ダーリントンフットボールクラブはイングランド、カウンティダーラム、ダーリントンを本拠地とするサッカークラブチームである。2019から20シーズンはナショナルリーグノースに所属。1883年設立。国内リーグの歴代最高位は1925から26シーズンの2部リーグ15位で、これまで1部リーグへの昇格経験はない。 2009から10シーズンにエッフルリーグ2から降格。カンファレンスナショナルに所属していた2011から12シーズン途中、2012年1月3日に2度目となる経営破産に伴いクラブは解散。新規、クラブチームとしてダーリントン1883に経営を移行し、2012から13シーズンからはキューブリーグに所属することになった。2017年4月、 フットボールアソシエーションはダーリントンに解散する前の名前で活動することを許可した。これにより2017から18シーズンからはかつての名前であるダーリントン FC として再び活動を再開した。FA カップの最高成績は1957から58シーズンの5回戦進出。f ルカップの最高成績は1967から68 シーズンのベスト8ありがとうございます。